どうも、タミバさんです。いつも見ていただいてありがとうございます。はい、まあ最近ゲーム実況またやってますけどね。まあちょっとそこでちょっとゲーム実況をやわかやってるんですけど、せっかくなんでね、ちょっとゲーム実況の、まあ僕の今、まあゲーム実況というか桃鉄やってるんですけど、そのですね、環境をですね、皆さんにお伝えしたいなということで、まあちょっといろいろと、やっていることがあるので、まあちょっとそれをね、これからお伝えしていけたらなということで。僕はこういう感じでですね、MacBook Pro ね、でやっております。そして、ここに、この OBS っていうのがあるんですね。この OBS でやってるんですね。これを開くと昨日の感じになってますんで、ね、こういう風に、切り分けてるわけなんですよ。それでやってます。で、これが僕の、自分を映すカメラとしてやってて、これがモニター画面なんで、これを見ながらゲームしてます。で、こっちが一応ライブ配信用の、ソフトになってるので、こちらの方に映します。で、まずはですね、こちらの、HD60 プラスですね。これがチャプターなんで、このチャプターの配信をここの、はい、USB に差し込みます。電源をね、入れます。そうすると、はい、ちゃんと映りました。はい、このように映ってますね。そうすると、はい、こちらの方にも映ってます。そこで、僕がですね、ちょっと、こちらの方に、線を取り付けたいと思うんで、最近、ソニーのカメラさんがね、ウェーブカムでいけるようになったので、こっちを、前まではね、このカムリンク 4K っていうのでやってたんですよ。これ USB に挿して、この HDMI で。でも今回、最近からはもうこの、ライブ配信用にウェーブカメラとして、ソニーカメラが使えるようになったんで、マイクロ USB の、端子でいけるんですね。それで、このまま、よいしょ。もう一個空いてるところに、これを差し込みます。はい。ちゃんと差し込んだら、で、この電源入れますね。はい。まあ、こんな感じになりますね。ほら、そうすると、見てください。こちらの方に、これね、ワンカメです。はい、ほら。映ってるでしょ？これが、ライブ配信するための感じです。で、これね、RX0 って書いてあるんですけど、ここね、プロパティで見ると、はい、ほら、ソニーカムって書いてありますね。で、これ選べるんですよ、いろいろ。これはゲーム画面にしたり、これだと、パソコン画面にしたりっていう感じで。僕はこれで、はい、ウェーブ化させて。でね、遅延もそんなないんでね、バッチリなんですよ。で、ここで僕は、はい、チャプター変えて、はい、ここの右下に、僕の、やつが映るようになってます。はい。このようにやってます。で、これスイッチ画面。スイッチ画面だとこのワイプがなくなります。はい。で、これ PC ね。あ、これもね、α6600 って書いてあるけど、ウェーブ感になってますね。で、これはオープニングという感じでなってるんですね。はい。このようにやっております。だから非常にね、僕は今回このソニーカメラがウェーブ感になったことで、すごいシンプルになったんですね。電源が。このままもう USB で差し込むだけでいいっていうのがバッチリという環境になっております。で、これであとは配信していくという感じでしょうかね。はい、僕の配信方法はこんな感じでございます。はい。ね、ワイプが出て。で、ちなみにね、このワイプ、こうなります。で、これ移動できます。ほら。ほら、移動させることができるんですよ。まあ、たまに動いてるでしょ。僕はこういう感じで動かしてます。いいですね。はい。このような感じでやってます。まあこれはね、ちゃんと Type-C のこのね、ハブで繋いで、で、あとね、僕はね、この直接やってます。ネットワークが途切れたりしないんで、
これで、電源をつないでやってます。いいですね、いい環境なんですよ。すごいでしょ、もう全然問題ないでしょ、ほら遅延ないよね、ちょっと遅いけど。だからプレイするときはちゃんとこっちの、画面を見ながらプレイしています。はい、まあこんな感じになっております。はい、どうでしょうか、僕の、ライブ配信の感じはこんな感じでやってます。皆さんもぜひ参考にしていただいてやっていただければいいんじゃないでしょうか。まあ PC はね、今まで PC ゲームやってたんで、 PC の中の画面をさらにチャプターというかこう出してやってたんですけど、これだとね非常にもうパソコン重くなってきちゃうんで、もう本当はやっぱ外のまあ外付けハードっていうかね、まあスイッチだったりそういう外のハードでその画像を取り込んで配信だと全然余裕で配信できるようになりました。まあこんな感じにちょっとね日頃配信をしてますんで、まあ一応ちょっとね使っているものなどを概要欄の方に貼っときますんで参考にしていただければなと思っております。てな感じでちょっとね今日は、軽く僕のライブ配信のこうシステムというかね、仕様をですね皆さんにお伝えさせていただきました。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価ボタンお願いします。以上、谷川さんでした。バイバイ。この辺でドローンさせていただきます。ドローン、ドローン意外とシンプルでいいでしょ。皆さんも参考にしてください。ありがとうございました。バイバイ。